酒餌は、漬物、佃煮、惣菜を手掛ける、食品製造販売業者。1675年創業で、福神漬、海苔佃煮、茎は亀の書籍メーカーとしても知られている。1983年に、東洋水産のグループ会社となっている。本社所在地は、東京都港区、本店所在地は、台東区、上野。 直営店の人形町店1675年、伊勢国山田出身の野田正門が本郷に山田屋を開いたことをもって創業とする。当初は伊勢から取り寄せた海産物を扱っていた。後に関永寺門前の上野池の旗に移転。酒の魚となる珍味類も取り扱うようになった。酒越の屋号は林王寺門関から賜ったものとされる。 福神付は、明治10年頃25代、野田正衛門によって発明されたとされる。しかしライバルの桃屋に市場を奪われ経営が悪化し、1977年に倒産。一説には、設備投資に関する借金の金利負担を軽減するため、1973年に始めた低価格品への参入が、かえって、ブランドイメージを悪化させるなど経営に悪影響を、 及ぼしたとされる。その後1983年に東洋水産が同社を参加に収め現在に至っている。ありがとうございます。